今回はワイルドリフトの TIMO を使ったミッドレーンでの運用をご紹介していこうかと思います。比較的 TIMO というキャラクター自体がトロールピックと思われがちですが、ミッドレーン、トップレーンともにかなり勝率が高いチャンピオンになっています。特に前シーズン、前々シーズン、ここ直近の2シーズンおよび今シーズンもそうですが、今現在最新の6月30日のタイミングの勝率こんな感じですね。これがダイヤ帯で、一応マスター、グラマス、チャレというような形で表示しておきますが、これぐらい高い位置にいます。ただあくまで主にはやっぱトップレーンで出がちかもしれないですが、ミッドで出しても別に問題はないキャラクターですし、私はミッドで使う方が好きですね。というのも今回みたいな近距離とのマッチアップの時はマジでレーン番長でいきり散らすことができます。ですので序盤からしっかりとこういう感じでヘルス差つけて圧をかけてレーン戦有利に進めておくと、割と5レベルになる前まではいきり散らすことができるキャラクターですね。ただ敵が高確率でミッドに突撃してきますので、そのガンクをいなせるかどうかが腕の見せ所です。ただこういう風にイモっている人めちゃくちゃ多くなりますので、イモられたらもうサイドレーンに顔を出してください。今回の場合だったら、下もトリスで遠距離してますので、ガンクで茂み前から3隙を耐えてレーンの手前で待って待機ですね。でインビジこれ止まってれば解除されませんので、敵が来るまで待ち続けますね。でこれ結構ある程度待っちゃってもいいと思います。であまりにも味方がアクションを起こさなければ、自分で味方動かせるぐらいな勢いでタワー突っ込んでいっても割とキル11トレードぐらいは余裕だと思いますね。うまくいけば、自分死なずにさっきみたいな形ですね。でやり方としてはあまりミッドに顔を出し続けると、敵のジャングルもミッドに呼び寄せることになるので、基本的には、隠れた状態からスタートする。でファームをさささっと行ってちゃっちゃ隠れるですね。で前回のジャングルTIMOの時に動画紹介しましたが、もしレーンのところの真ん中にキノコを置く場合はタワー下のあそこが一番ベストですね。近距離がタワー触りに来た時にあそこに突っかかるのとミニオンが焼けますのでだいぶ楽です。で敵が5になってるので、5レベルになったタイミングから対面のファイターだったりとかメイジかなりいきり散らされると瞬殺されますので、その時は結構なんて言うんでしょう、丁寧にレーン戦しないとまずいですね。ミッドのキノコを置く位置がどこがいいかと言われたら、もう今置いたこの位置ですね。この突起物があるところの4箇所に置いておくとめちゃめちゃグッドです。で基本的に話ですが、レーンでキノコを使ってファームはしないでください。今回は下にガンクを行きたいので、プッシュするために送ってます。でもし置くんであればプッシュ用に置いてちゃんとサイドにガンクしてください。ただただプッシュするためだけに置くキノコはマジでクソです。で一応今回ピンクワードここ据えてあるんですけど、もしガンクに行く場合ですね、下側の丸ブッシュとかあたりにピンクワード刺しておくと、ガンクしてるのが分かりづらいっていう感じはしますね。でトリス死ななかったんでラッキーですけど、こういう時トリスがもし継続するんであれば、茂みで再度待ってください。でここピンク置いてあるのでワードがないの分かってますから、ここで敵が仕掛けに来るのを待ちますね。まだちょっとウルトで死ぬのは予想外でしたが、リコール甘えてるやつを借りに行きますね。で戦う時やばくなったら必ずポン押し直下にキノコを置いてください。そうするとこのキノコが仕事してくれること多々あります。これは大事です。でオブジェバトルの前の、要するにこの時間帯ですねの時にちょっとできれば、今置いた場所より行きたいオブジェ側の角、要するに今回だったらヘラルドに行くのでヘラルド側の角に置いておくと、突っ込んできた敵およびヘラルドで限界バトルした後の敵がここに突っかかることだいぶあります。なんでこれも大事ですね。あとは入り口ですね。丸ブッシュの上の部分、今ゼドがいそうな位置だったりとか敵が青バフから出てくる位置にも置いといていいと思います。ただTもマジで柔らかいので、茂みチェック、俗に言うフェイスチェックっていう言い方をするかもしれないですけど、茂みにインビジ状態で入っていっても3日ったら余裕で死ねますから、その辺がちょっとオブジェバイトのセットアップするときは、ミッドレーンどれもそうだとは思うんですけど、TIMOも特にここは繊細にやらないと始まる前に1人だけ落ちてることになりますから、マジで注意ですね。Tも知れば、赤ワード、ピンクじゃなくて赤かなワードがめちゃめちゃ映えるので、そういったところからゾンビワードは比較的ためやすいですね。
で今回ジャングルの人パーティーですので、まあ、ボイチャしながらでもないこうでもないって言いながらやってると思いますね。でやっぱりニスキがバカにならんぐらい、ちょっとの距離ですが、そのちょっとと移動速度増加かなり助かりますので、ニスキは結構大事に使った方がいいですね。でこういう時も入る時も基本的には2インじゃなくて、逃げる時を攻める時用に2は取っておく方がいいですね。あと通常のレンジが一応 T も遠距離なんですけど、やっぱりだいぶ狭いんですよね。なのでポートレートしないと AA 連打すると変なミニオンに当たりに行きます。なのでそれを回避するためにも必ず、ポート AA から入ってください。これは大事ですね。で電撃に今乗せてるので3発のキーが必要になりますから、短い AA のレンジ、長い位置スキー、短い AA という形の電撃しか発動させることができないですから、そこはちょっとまあやりづらい部分ではありますね。でルーンに関しては電撃、エアリー、ファーストストライク、いっぱい種類があるんですが、まあ、正直エアリーを積むんだったらめちゃめちゃでかいダメージ期待できるわけじゃないので、ダメージとかそういうところだけの部分でいくんだったら電撃がいいですし、まあ、お金稼いでスケールしたいんだったらやっぱり現状でもファーストストライクは強いですね。なんでは電撃かファーストストライクの2択、最近はもうレーンで確実に殺したいので電撃をよく使ってますが、ファーストストライクはあれはあれでいいと思いますね。お金は割と稼ぎやすいと思います。で、まあ、今回ゼドトリーシーにめっちゃ狙われるようになっちゃったので、まあ、涙流しながらステーシス使ってますが、基本的にティームやるときはステーシスもいいですが、よりかはリパエンチャーが私は安くて使い勝手がいいです。ここはちょっとあまりにもゼドの分身のダメージ直撃してびっくりしましたね。ステーシスを押す間もなく死にました。ここもあのゼドだけやったのかなと思ったら全力でもうリーシンが飛んできて、もう無駄な死に方2連チャンした場所ですね。まあ、本当に見て分かる通り狙われたら余裕で溶けちゃうので、まあ、その辺だけは要注意ですね。で、まあ、前回の動画でも紹介した通り、まあ、オブジェ前のタイミングでこの辺のスクライアに移りづらい部分にキノコを設置しておくといいですね。で、できればこの今フルーツを割れた奥側の茂みにも置きたいんですが、あそこスクライアで移っちゃうんですよね。なのであそこのちょっとレーン寄りの自陣寄り側に置くと、あの透けない位置ですね。このもうちょっと右側ですね。まあ、基本的にはもうインビジからアクションを起こすか、味方がアクションしてる後の死にかけに1でキルしに行くか、まあ本当にアサシンみたいな、ティームはアサシンだと思いますね。まあファイターでもないし、メイジでもないし、まあアサシンですね。視界取れるキノコが置ける分めっちゃ素晴らしいと思いますね。私は大好きです。あとここの位置もマジでいいですね。戦ってる自分が顔を出すときはもう殺せるときにしか顔を出さない。殺せないときは顔を出さないぐらいな勢い。まあでも育ってれば正直10割アサシンじゃなくてあれとマークスマン飛ばせるので、本当に評価がめっちゃ、まあ本当にトロールってイメージがでかいんでしょうね。まあ、その分敵も舐めてくれるところが多々あるので、もう正直ダイヤとかマスターぐらいだったら余裕でミッドレーン頑張れるキャラだと思いますね。まあ、グラマスチャレとかになってくるとフォーカスしんどいですが、ぜひとも T も舐めてる方一回やってみてほしい。電撃使って、ちなみに初手は絶対リーチベでお願いします。以上 T もミッドでした。